ハロー YouTube ニハオヨークアンリンチーです。ですね、今回もですね、日中を股にかけた保護されていないバイリンガルの僕が皆さんにね、中間ニュースを、お届けしようと思います。今回のニュースね、皆さんももう日本でも聞いてると思うんですけども、チベット系の中国スパイが逮捕されたと、ニューヨークでね、そういった話なんですけどもね、それに関してね、ちょっと話してみようと思います。彼はですね、ニューヨーク市警に所属する、中国系、中国 の、 チベット系のアメリカ人の、バイマダジアンワン、さんっていうらしいんですけども、彼はですね、これまでニューヨークの、中国、総領事館に、チベット系住民の、動向を、2014年から、少なくとも100回以上、電話やメールを通じて、連絡を取っていたと。その上でですね、2016年だけで、合わせてね、15万ドルを、中国国内の親族の口座に、送金していたほか、中国からね、自身の口座への送金も、多数確認されたと、いう話なんですよね。いつものね、僕の、大好きな、ダライラマネタですよ。実はチベット族ですらなく、子供の頃はチベット語喋れないで、なぜかね、実のお兄ちゃんが、中国国民党の、将校だっていう、かつそのお兄ちゃんはね、中国国民党の、将軍かなんか の、 娘さんを、嫁にもらっているっていう、ダライラマ、さんですよね。その話でね、僕はその彼本人じゃなくて、その西側の作り上げた彼のイメージっていうのが、その、世界の嘘っていう、いうふうに僕の場合は認識しているわけなんですよね。それについてはね、ちょっと今話した内容もあるし、おいおいちょっと話していこうと思うんですけども、今回ね、この、アンワンさんがスパイかと、いう話なんですけどもね、このアンワンさんは中国系のね、YouTube の、ニュースで紹介された、内容によると、アンワンさんの、両親は、中国共産党党員だと、いう話なんですよね。でこれおそらくね、全然上の方の党員とかじゃなくて、ただ党員だと、そんな感じだと思うんですよね。上の方の党員だったらね、海外からのね、送金なんてね、多分必要としないと思う。どっちかというと、ちょっと海外に貯めといてねみたいな感じに、なると思うので、上の方ではないと思います。でこのアンワンさんね、何名義でそのアメリカに行ったかっていうと、文化交流ビザで、アメリカに、渡っているわけなんですよね。それでね、2回ぐらいアメリカに行って、亡命を申請したと。その亡命の理由は、中国でね、虐待を受けていたと、拷問を受けていたと、そういった理由で亡命を申請して、通っちゃったと。その後ね、米軍に入ってニューヨーク市警に、入ったみたいなんですよね、彼ね。でもアメリカ国籍を取った後、何回もこの中国に帰っていて、なんかどうも、全く中国を恐れている様子がなかったと、そういうわけなんですよね。このチベットには、チベット人ってね、この西側のこの偏向ほどすごいんですけども、別にチベット人って一枚岩じゃないんですよね。別にね、80年前のその時点で、チベットにはね、いろんな派閥 の、 アンチ、ダライラマ政権ですね、今のダライラマ14世はその当時なんか、子供だったんで、彼には全く責任はないのですけども、その当時のね、いわゆるラサのダライラマ政府に対して、反感を持っていて、中国、国民党の孫中山のね、孫文のね、
制度をもとにして、まあ、今そ の, あのダライラマ政権を、翻して、かつその、まあ、中国国民党 の,、ね、あの制度を取り入れようといったあの、まあ、孫文の、ね、制度を取り入れようといったあのそういった勢力が当時ありました。だからもうチベットその中自体がさ、もうみんながさ、その なんていうかな、そのダライラマを信仰してて、まあ、そこに服従してたと、そういったわけでは最初からありませんでした。でこのさ、アンワンさんの両親がさ、まあ、共産党っていう、ことなんですけども、あのどの時点から入ったかは不明です。最初からそのなんかアンチ、ダライラマ政府の、人たちから入ったのか、まあ、その後に入ったのかっていう話なんですけども、まあ、当時のチベットっていうのは、これはそのあのブラピの映画の原作の、ハインリヒ・ヒラーさんも書いてたんですけども、まあ、濃度制だと。でこれがなんか他のなんか日本軍の資料とかだと、あの、まあ、奴隷の腕切ったりとか目ん玉えぐるぐらいの、すごい封建制度だったっていう、話なんですよね。まあまあ、だから、まあ、あの、まあ、それを改革しようとして、まあ、いろんなアンチがね、あのそこにはまあいたんですけども、ただこのアンワンさんがの親がそのどの時点から入ったのかっていうのは分かんないんですよね。ね、あのでこのアンワンさんっていうのは、あのチベットでチベット人とであるということで、その拷問を受けて、あの亡命したっていうことになってるんですけども、まあまあそれは嘘だったと、いう話なんですよね。まあ簡単に考えたらね、あの彼別にあのただあの出稼ぎとしてね、あのアメリカに行きたかったと、あのそういうことだと、思うのですよね。でなんかあの米軍入って、あのその後ほら、ニューヨーク市警に入って、まあ、働いてたら、まあ、中国総領事館からさ、多分バイトしないかぐらいの、そういう話でさ、あの来てるんですよね。でこれ普通にさ、あの100回以上電話やメールって書いてあるからさ、そんな機密な内容じゃないんだよ。しかもほら、あのチベット系住民の動向って言ってるぐらいだからさ、おそらくそのチベット系住民のさ行ってるキャンペーンとかさ、講演会とかさ、そういうのをさ、あのまあ、ちょっと見てきてねって、何やってたか見てきてねぐらいの、まあ、そのぐらいのことは多分やってるんで、あのそれをあの報告してねぐらいのことやってるんで、なんもね、なんかものすごい機密とかさ調べてたわけじゃないと思うのよ。実際さ、そのさ、あの、まあ、アメリカにいるなんかあの、まあ、チベット人の人たちになんかそんな力とか機密とかさ、あのおそらくないんで、あの何も調べることないと思うので、ついでに言うと、この多分ニューヨークの総領事館の人も今言った、なんか僕が言ったようなこと、そのチベットが、あ、チベットというかダライラマのその、一家がそもそも中国国民党とズブズブで、あのお兄さんがその、中国国民党の将校だったって、まあ、そこら辺のこと全然知らないと思うんですよね。で多分もうこのあのアンワンさんは、とてもとてもこのスパイと言えるようなレベルのようなものじゃなくて、まあアメリカの法律だとこれがね、あのスパイになってさ、スパイに当てはめることができて、多分あの最近のさ、あのトランプ の,、あの選挙戦があるじゃないですか。この選挙戦でさ、あの、まあ、彼がさ、あの特になんかすごいスパイとしてさ、祭り上げられたんだと思う。まあね、なんか他国の勢力からね賄賂もらってたっていうのは、ちょっとあれなんじゃないかなって思うんですけども、まあ、それでね、なんか下手したらさ何十年とかさ、あの食らうような刑かなとは思いますよね。はい、この動画がね、あのいいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。